どうみさんこちゃん、電車版のチアリデデマンデデマンデデマンさーはーい、はい、ということで本日はマッハ革命ルール紹介してみたーい。はい、ということで明日ですね、9月16日発売のアビスレボリューション第3のマッハ革命よ。こちら結構ね、新能力とかね、新カードでバンバン入っているんですけれども、そちらのルールをねバッチリ完全にマッハで紹介したいと思います。マッハですごいな。マッハそんな急がなくても大丈夫です。あ、わかりました。普通にやりますよ。普通によろしく。はい、でこれを見ればね、このマッハ革命の入ってるカードルールが完璧にわかると、なるほど、ということでぜひね最後までいただければと思います。それでは早速やっていきましょう。いくぞーよー。はい、それでは早速、はい、ルールの方お願いします。はい、ということでマッハ革命ね、能力といえばですよ、言えば何ですか。なんだろう、何チェンジなんだ。何チェンジだろうな。マッハーカーカークーメイ。はい、ありがとうございます。はい、ということで革命チェンジですね。マッハでやるって話はどう言ったのか。本当だよ、はい、革命チェンジですね。はい、ということで革命チェンジでございます。さあ、この革命チェンジね、再登場なんですけども、まあ、もちろんね、前の時やってなかったって方もね、大勢いらっしゃると思いますので、改めて紹介したいと思います。お願いします。さあ、こちらアビスベルデスロードオーバーアレア、こう書いてあります。革命チェンジ、コスト5以上のアビス、で、かっこ自分のコスト5以上のアビスがアタックするとき、そのクリーチャー手札になる、これを入れ替えても良いという能力でございます。この革命チェンジとは何かと言いますと、特定の条件を満たすクリーチャーアタックしたときに、手札にある革命チェンジを持つクリーチャーとアタッククリーチャーを入れ替えられる能力です。なるほど。で、つまりどういうことかというと、まあ、バトルゾーンにこのダンマルダーティがいて、手札にアビスベルデスローがいるという状態だと思ってください。で、ダンマルダーティがアタックしました、アタックした時に、じゃあこのアビスベルデスローの革命チェンジを使いますっていうと、これこそ5人のアビスですね、これがこう入れ替わって、アビスベルで、これが手札に戻る、デスロードがバトルに出る、入れ替わりました、ことだ。で、このデスロードがアタックした状態で出てくると。なるほどね。いうことでございます。これ出るだけなので召喚とかではないです。というのを覚えておいてください。なるほど。アタッククリーチャー手札に戻って、同時に革命チェンジを持つクリーチャーがバトルに出る、はい、これが革命チェンジでございます。で、ちょっと注意点何個かありますので、ちょっと、ね、注意点を、ね、説明していきたいんですけれども、この革命チェンジを使いたい場合は、クリーチャーがアタックした時、能力の解決いろいろあるじゃないですか。アタックした時能力とか、その能力の解決を始める前に、この革命に使いますよっていう、いわゆる宣言ですね、能力の使用宣言をする必要がございます。で、これ何かちょっと細かい話なんで、分からなかったら聞き飛ばしてもいいんですけど、革命チェンジは手札でトリガーする能力でございます、このように非公開ゾーン、相手から見えないゾーン、内容が、手札とかね、山札とか、で、トリガーする能力っていうのは、それが正しいタイミングでトリガーしたことを相手に伝えるたびに、他の処理を行う前に使用宣言というものを行う必要があります。なるほど、はい。で、これど、まあ、どうするか簡単なんですけど、使うことを宣言して表向きで、表向きでこれ使いますよってピラッて見せれば OK です。なるほど。例えばじゃあこのマーダンローク言いますね、はい、マーダンローク、シビルカウント3を持っているとアタック者の能力があります、相手の墓地から運命ってやつ、あるんですけど、アタックしてマーダンローの効果使いますって言う前に、あ、ダンマルダーティの革命チェンジも使いますって言う必要があります。なるほど。使用宣言をする必要がある、ただこの解決自体は好きな方から選んでいいです。なるほど。チェンジした後にこっちを使っても、こっちを使ったのにチェンジしてもいい。はい。ただ使用宣言は能力を解決し始める前にする必要があるということを覚えておいてください。なるほど。これは使うことを表向きにして相手に伝えれば OK でございます。なるほど。で、一個ね、ちょっとね、もう一個ポイントがありまして、次行ったこのイードミードさんがいます。イードミードさんアタックした時に、この国にアタックするカードを1枚自分の墓地から手札に戻しても良いという能力があります。なるほど。で、これで墓地に、まあ、墓地ですね、墓地にアビスベルデスロードがいます、でもイードミードがアタックしました、で、このアビスベルデスロードを回収します、で、これ革命チェンジできると思いますか、できないと思いますか。まあ、これ慣れてる人からすると、まあね、結構ね、もうね、ああそういうことねってなるんですけど、意外とね、間違いがちなんで。間違いがちですね。これはできないです。はい。なぜかというと、このアタックした時にトリガーするんですよ、革命チェンジ使えるかどうかって。まあ、基本的にアタックした時に手札にすでにないとダメだと思ってください。そういうことですね。アタックした瞬間に、あの、使用宣言する必要があるので、これは拾ってきたやつってもともと手札なかったじゃないですか。使用宣言もできないんですね。はい、ということで、これ入れ替えることができません。イードミードが私た時点では、このアビスベルスローは手札にないので、能力がトリガーしていない、イコール使用宣言できない、していないためと
いうことでございます。なるほど。さっきまでちょっと言ったんですけど、宣言さえすればあの待機中の能力、要は革命チェンジとこのアタックした時の能力みたいなのは、うん、両方要は好きな順番に解決して、ビー玉として乗りますので、はいはい、そういうことね。そこは選べますよということを覚えておいてください。うん、なるほど。これをね、ちなみに応用するとね、こんなことができちゃうよってのをちょっと説明したいと思うんですけども、はいはいはい、カップギャラップくんがいます、はい、で相手の場にサバイバルスターテスタスターがいます、はいはい、で、あくまでもシビルカウントを満たしてると思ってください。満たしてると思って、はい、でカップギャラップはシビルカウントで相手の武器に行って破壊できる、うん、テスタロスター、サバイバルスター、テスタロスター、召喚以外の方に出るときに代わりに墓地に置くと、そういうことね、いう効果を持ってます。これ革命陣には封じちゃいます。封じちゃいますね。んですが、じゃあカップギャラップアタックしました、うん、アビスベルデスの使用宣言します。宣言をしますと。で、このままだとチェンジできないです。できませんね。ね、できませんね、はい、なんですが、これさっき言ったようにこの革命チェンジをするのとカップギャラップの効果を使うっていうのは選べます、うん、はいはいはい。何が起きるか、カップギャラップの効果を先に解決して破壊すると、破壊してあらびっくり出れるようになった、あらびっくりチェンジできちゃうんですね。はい、これね、意外と覚えておくとかなり役立つと思いますので、うん、なるほど、ありがとう。だからカップギャラップのシビルガンさんを、まあ、先に使うことができるので、こういうテスラスターみたいな革命陣邪魔をする国で破壊してから革命陣を解決するっていうこともできます。なるほどですね。はい、というのね、これ覚えておくと得するポイントかなと思います。ありがとうございます。でちなみになんですけども、はい、このルールその2として、この革命陣入れ替えるんですよ、うん、入れ替えるっていう効果を行うんですけど、はいはい、これちょっと特殊な処理、なるほど、ゲーム的な特殊な処理でして、うん、何らかの効果でそれを実行できない場合、処理が中心になって何も起きません、はい、ほう、要は例えばこれが手札に戻るだけとかにはなんないですね。なるほど。でも一切何も起きない、うんうんうん、というのがポイントでございます。はい、それぞれのカードは移動せず、状態一切変化しませんというのが総合ルールの 701-26B に書いておりますので、興味ある方はそちら総合ルールもご覧ください。これ痴漢効果の時はね、うん、怒りがちですね。なるほど。あのベイビーセガーレとか、はいはいはい、あのマナ送るだけとかもできない、何も起きない、なるほど、はい、というのがポイントでございます。まあでも、ね、革命陣地ちょっとね、特殊なところもありつつですけど、はい、慣れたらもうめちゃめちゃ強いし、めちゃめちゃ楽しいので、なるほど、ぜひね、ルール、ポイント押さえて楽しく遊んでいただければと思います。はい、はい、ということで続きまして、はい、続きましては、このマッハ革命がね、誇るもう一つの能力ございまして、メガラストバースト。メガラストバースト。で、メガラストバーストっていうのは、このツインパクトクリーチャーが持つ新たな能力でございます、うん、この能力を持つクリーチャーがバトルゾーンから手札、マナゾーン、墓地のいずれかの領域に置かれた時に、そのゾーンから呪文が起こすと支払わずに唱えられるということでございます。またね、例えばこのナポレオンバイブス、これメガラストバス持ってます、はい、なので例えば破壊された時にはもちろん唱えられますし、マナ送りとか手札戻しになった時も唱えられます。なるほど。さらに革命チェンジでバトルゾーンから手札に戻った時、アタックして革命チェンジしました、これあ、すげえ感じ、はい、はい、戻りました、はい、で、戻ってるので手札に戻りましたね、うん、で、メガラストバスト発動します、はい、これは普通に呪文を唱えた時と同じように墓地に置かれます、はい、はい、で、これはマナゾーンに置かれて唱えた場合とか手札に移動して唱えた場合にも墓地に置かれると。なるほど、なるほど。なので手札に戻って手札が唱えたんで、唱えたら呪文を墓地に送ってるようになりますよね、はいはいはい、そうですね、なので墓地に置かれると。なるほど。で、墓地にある場合は墓地から唱えて、まあ、墓地に置かれると。うん、そういうこと。まあ、この場合はあのカード移動してるように見えないんですけど、ルールとしては一緒ですね。なるほど。その行ったゾーンから唱えられる、うん、で手札とかマナゾーンのだった場合は結果として墓地に置かれると。はい。で、これちょっと似た能力のスマッシュバーストとかと若干違うんだよ、これ気をつけてください。そうですね。あのスマッシュバーストはあれちゃんとね、テキストにバトルゾーンに置いたままこそ知らず捉えて書いてある、よく見ると。そうなんだ。そう、ちょっと勘違いしやすいですけど、これは墓地に唱えたら唱えた墓地にちゃんと墓地に行きますと。なるほどね。いうことで覚えておいてください。なるほど。で、ルールその2として、これちょっとね、特殊な場合も多いんで難しいんですけど、能力が無視されてる状態とか、うん、クリーチャーではない状態でバトルゾーン離れてもメガラストバーストは発動しません。なるほど、はい、これなぜかって、このバトルゾーンで働く能力なんですね。なるほど。例えば当たりポンの助でナポレオンバイブス言われてる場合、はい、メガラストバースの能力ほど失われてます。なるほど。なのでこれが墓地に行っても、墓地に行ったらその当たりポンの助の影響じゃなくなるじゃないですか。もちろん。なんですけど、メガラストバーストってバトルゾーンで発動してる、要は移動しただけ発動する能力なんで発動しませんよ、その段階では無視されてるから使えないよと。ゲームエンペラーとかも同様ですね。なるほど。で、もう一個、クリーチャーではない状態でバトルゾーン離れても発動しないと。なるほど。まあ、これ簡単に言うと、進化クリーチャーの進化元の場合、はいはいはい、ちょっと進化クリーチャーにいないんですけど、はい、なんかの進化クリーチャーしたって、あの効果、カードの効果が見えないですよね。見えないです、はい、使わないので、これをこの進化クリーチャーで破壊された場合でも発動しない、うん、なるほど、というのを覚えておいてください。はい、はい、で、あの同じような話として、ちょっとこれも封印
はい、封印がこうメガラストバースだとしても発動しません、はい、しない。あくまでクリーチャーとしてバトルゾーンにいないとダメと。なるほどですね。いうことを覚えておいてください。はい、はい、ということで続きましてね、うん、ちょっとこれはかなり応用編の説明になるんですが、はいはいはい、このメガラストバースのルールとして1個、うん、手札とか墓地とかマナゾーンに移動した後、うん、能力を解決する前にメガラストバースの能力を解決する前に、はいはい、さらに別のゾーンに移動してしまった場合、これ能力使えません、はいはい、これが追跡できなくなっちゃうんですね。ほうほう。で例えばなんですけど、あの陰謀と計略の地ってカード覚えてますか？手札に戻した後に相手の手札を刺させるというカードありますよね。じゃあ、まあ、手札が0枚です、あなたは、うん、でパステルがいますと。これに対して陰謀と計略の地を打たれました、はい、でパステルが戻った後にそのまま墓地に置かれます。いや戻った後に捨てさせられるから、はい、でこれはさっき今言ったように手札とか墓地とかマナゾーンに移動した後、本当はここでメガラストバースが予定されてるんですけど、うん、さらに墓地行っちゃったので、なるほど、追跡できなくなってこれはメガラストバーストを解決することはできません。なるほど。でこう次ちょっとややこしい話をしていいですか？はいはい。いや例えば手札が1枚あります、1枚ね、うん、で陰謀と計画で打ちました、うん、で、これあのバルテリスが似たような状況が発生するんですけど、はいはいはい、陰謀的なくて見ないで選びしてるんですよ、うん、で、見ないで選びしてる時って例えばこれが別のカードだったらいいんですけど、うんうん、別のカードで例えば捨てられて、あ、革命人だった、じゃあさっき戻されたパステル使えますね、うん、いや捨てられなかったら使えるわけですから、そうですね、で、できるんですけど、もしこれが手札がパステルだったら、そうだね、区別つかないじゃないですか。つかないですよ。そう、どうも困ってますね。でも実際メガラストバースト発動してるパステルと発動してないパステル違うんですよ、ゲーム的には。違うカード、こっち、あ、こっちはメガラストバーストの方なんで使えます、そうそう、どうやって分かったのみたいな話になるもんね、うん、そう、で時はどうするかっていうと、これ実際にあのね、これちょっと聞いてきました、聞いてきた、競技イベント運営ルールの見ないで選ぶっていう 4.7 って項目があるんですけど、はい、これちょっと聞いてきましたので、はい、これは戻されたパステル表向きにして、もともと持った絵は見ない、知らない手札と区別できるしてください、こういう感じで、でこうやってやって、例えば2枚だったらこうやってこういう状態で上か下か選んでください。上、はい、で上だったらこれ要はもともと見てない手札の方なんで、ね、あ、じゃあこっちのメガラストバーストの方を使います、はっていうふうにできる、そういうふうに処理してほしいと。はあ、なるほどね、はい、これは面白いね、はい、処理してください。まあ、基本的にはね、あの当然その場でジャッジの判断したがってほしいんですけど、うん、一応これがあのまあ推奨されてるルールだと。なるほど。いうことを聞いてきましたので。ありがとう。まあ、あんま起きないですけどね。まあそうね。あんま起きないですけど。めったにないけど、まあ一応ね。はい。まあ一応こういうね、処理もね、いやあのこうやって見ないで選んで上か下か。なるほど。3枚あったら1、2、3どれですか。上から何番目ですかみたいな感じで。なるほど。処理してもらえると嬉しいと、はい、あの言っていました。ありがとうございます。はい。というちょっとね、かなり細かいレアなケースですが。レアケースですからね。はい、でもメガラストバーストもね、非常に強力ですので、はい、ぜひ革命人と一緒にね、使っていただけると嬉しいなと思います。はい。はい、ということでね、続きましては、はい、個別のカードの話に入ってきたと思うんですけれども、はい、あのゲーマー王将革命児の話をしたいと思います。はい、ゲーマー王将革命児、この段のね、オーバーレア、マジックのオーバーレアなんですけど、うん、このような能力を持ってます。このクリーチャーの各ブレイクの前に自分のマナゾーンの枚数以下のコストを持つ呪文を1枚コストを支払わない自分の手札はまた墓地から唱えても良いと、うん、でその呪文を唱えた後、墓地に置く代わりに山口さんに置くという効果を持っています、うん、で、これ各ブレイクの前にっていう能力の処理が4月うんうん、アビス6の第1弾の総流選挙の時に変わってますので、はいはい、おさらいしたいと思います。お願いします。でこれはどういう順番かっていうと、まず革命人がアタックしてますとかチェンジしてアタックしますみたいな状況からいきます、うん、でアタックした革命人がまずブロックされませんでした、うん、で続きましてブレイクするシールドを決定します、はい、例えば5枚あるうちのこの2枚をブレイクしますって言いますね、うん、でその時にブレイクの前にっていう能力のトリガーの解決をします。はい、この革命人の能力はまさにこのクリーチャーの各ブレイクの前にっていう能力なので、これを解決します。でシールド2つブレイクする場合、ダブルブレイカーなんで大体2つブレイクしますけど、2つブレイクする場合マナの枚数以下のコストの呪文2枚唱えられます。はい、で唱えました、はい、で唱えた呪文で呪文唱えるじゃないですか、うん、で呪文でいろんな効果が起きます。呪文で割り込みで解決していきますんで解決していきます、うん、で唱えた呪文によって出たクリーチャーの出た時能力とか、呪文で破壊されたクリーチャーの破壊された時能力などは、うん、この場で回避します、うん、なるほど。ブレイクの前にやるんですね。なるほど。あのなので先に例えば除去呪文打ちました、さらに弱い叩きました、うん、とかあったら全部やっといて、うん、で相手の破壊された時能力もここで全部解決します。解決して、そう、そこから全部なくなったら
最初に決めたシールドブレイクという流れになります。なるほど。ブレイクの前に全部終わらせるとそれによって起きたことというのが、うん、あのこれで変わってますので、はい、ご要注意でございます。お願いします。で、まあ、ブレイクされたらあとは普通の流れと同じでございまして、うん、ブレイクされたシールドのシールトリガーとか、はいはい、まあ、ガードストライクみたいなこの場で解決するのを解決して、でシールトリガーによって新たに出たクリーチャーとかの出た時のりを解決するという順番になっております。ありがとうございます。はい、これちょっとね順番そうですね、ややこしくなりがちですからね。そうそうそう、これちゃんとね覚えていただけると幸いでございます。はい、で、まあ、ルールその1というか、まあ、それに関連しては何個かあるんですけども、はい、このブレイクの前にっていう能力はブレイクするシールドの枚数分個別にトリガーします。なるほど。なので革命人ってダブルブレイクするじゃないですか、大体はね、大体ダブルブレイクで2個能力が出ます。でこれは呪文を2枚唱えるっていう能力じゃないんですよ、厳密に言うと、うん、コストではマナーゾーンのマス以下のコストを1枚唱えるが2回出るんです。うん、なるほどね。これ何ができるかっていうと、要はサイバーブレインを唱えて、うん、サイバーブレイン引きました、引いた呪文を唱えられます。なるほどね。で例えばフェアリーライフ打ちました、はい、最初4マナしかなかったのでフェアリーライフ1マナ増えますよね、うん、そしたら5を捉えられるんですよ。なるほど。2個目で、うんうん、ただこれちょっとあのここも気をつけてほしいのが、ブレイクの前に能力で新たに取り出した効果を途中で挟んで解決することはできないです。ほうほうほう。これ気をつけて、あのこれアークデオスね、あの確かボルシャックライダーとアークデオスみたいな話で、はいはいはい、同じことを言ったんですけど、うん、まあ、分かりやすいのはミステリーキューブで分かりやすいと思うんですけど、うん、1枚目の呪文となる効果にミステリーキューブ打ちました、はい、でなんか例えば何でもいいんですけど、じゃあモーツァルトできました、うんうん、モーツァルトドラゴン破壊効果をその2個目の呪文に挟んで使うことはできません。なるほどなるほど。先にこの各ブレイクの前にで発動した能力を全部使う、使った後にそう、そこから解決する、そこで発動した能力のその他を解決していくという順番になります。はい、はい、でですね、ここもちょっとね、あのその4月の時にも説明したんですけど、うん、ブレイクの前にっていう能力とか、それによってそのさっき言ったミステリーキューブで出てきた効果とかでも全部解決しました。で革命人がバトルゾーン離れました、うん、って時にもの最初にブレイクしたシールドはブレイクされます。なるほど。これはブレイクが決定されてるので、はいはいはい、でこの2枚ブレイクしますよって言った時点でブレイク決定してます、うんうんうん、例えば革命人の能力でフォースアゲイン打ちましたと、はいはい、フォースアゲインなら自分の武器で破壊してもう一回出し直すってことですね。ですね。で破壊して出し直したので、うん、アタックしていたはずの革命人はいなくなっちゃってるはずなんですけど、うんうん、このブレイクしますって宣言した時点でもうブレイクが確定しているので、はい、ブレイクは中断されません。なるほど。最初に決めたシールドはブレイクされます。なるほど。でしかもこの能力は通常通り相手もトリガーとかちゃんと普通に使えるし、うんうん、アクアサーファーが出たらアクアサーファー能力も使えるよと使えるいうことを覚えておいてください。ちょっとね、はい、この辺の順番ややこしいですが、まあ、慣れてきたらそんなに難しいですね、うん、各ブレイクの前にの能力のトリガーをまず全部先にそこでやります。でそれによって起きたことを全部解決してから実際にブレイクするブレイクという順番が覚えていただければと思います。ありがとうございます。はい、ということでここまでマッハ革命のルールを説明してきました。マッハで説明しましたけどね、はい、説明してきましたが、うん、まあゆっくりやりましょう。丁寧にやりましたね。丁寧にね、丁寧にやらせていただきましたが、こちら、はい、発売が、はい、9月16日明日でございます。マッハ革命チェンジだけじゃなくてね、メガラストバーストとかそうだ、面白いから山盛りですので、ぜひねルールをしっかりチェックして遊んでいただければと思います。金曜日ね、面白いですから、ぜひね、面白いやってほしいですね。面白いです、面白いですね。はい、ありがとうございます、はい、ということで YouTube ではこんな感じで最新情報をいろいろお届けしておりますので、この動画面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではまたバイバーイ、バイバーイ、キンキラリン、マクベイジ。どうも、今美香です。なちゃんです。ということで今回ですね、デュエチューブの公式 EC サイト、デュエチューブショップの商品の再販がスタートいたしました。早速ラインナップ紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらデュエチューブ T シャツ、デュエチューブのロゴがドーンと入っております。はい、これ私も着てるんですけども、はい、シンプルで可愛い。はい、こちら3サイズ展開となっておりまして、僕が XL を着ていまして、こちらが L サイズ、そしてムーちゃんには M サイズを着てもらってます。はい、続いてはこちら、はい、デュエチューブスポーツタオル。こちら思ってたより大きいです。大きいです。バスタオルくらいにも使えそうです。はい、デュエチューブのロゴがドーンと印刷されておりまして、はい、後ろが黄色になっております。おしゃれ、ジュエマカラーです。そしてこちらデュエチューブプレマット。はい、はい、こちらですね、沖杉先生の描いた出演者5人のイラストも入っております。かわいい。そして結構大きめのサイズですね。そうですね、使いやすいサイズになっております。はい、そして最後はこちら、じゃん、デュエチューブスリーブ。こちら64枚入りになっております。ということはオリジナルでもアドバンスでも使えますね。はい、その通り。さらにですね、今回歳末感謝キャンペーンといたします。
買い上げの皆様にこちらじゃん、デュエチューブステッカーを1枚プレゼントいたします。そしてですね、さらに1万円以上お買い上げの皆様にこちらデュエチューブステッカー3枚をプレゼントいたします。さらに送料無料でお届けさせていただきます。はい、ということでデュエチューブショップ再販開始いたしましたので、ぜひ概要欄をご覧ください。ほなまた。